これは今年8月、福岡市南区七日で発生した電線泥棒の一部始終です。午前0時前、歩いてきた一人の男がビルの建設現場に侵入しました。男は入り口付近で何やら物色しているようです。しかし探し物が見つからないのか、男は一旦外に出てくると、今度は別の入り口から再び現場に侵入しました。防犯カメラにはライトを照らしながら現場を物色する様子が捉えられています。そして男は現場から盗み出してきたものを入り口に積んで一旦現場を離れました。重労働で肩が凝ったのか、男はぐるんと肩を回しています。それから5分後、現場に戻ってきた男は入り口に積んでいた電線を両手につかみ盗んでいきました。男の盗みはまだまだ続きます。その後も男は合わせて3往復し、ひたすら電線を盗んでいきました。盗まれた電線は全部で10点、被害金額はおよそ9万2000円相当でした。警察はこの防犯カメラ映像などから割り出した住所不定の建設業、吉田龍太容疑者を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。調べに対し吉田容疑者は、金が欲しかったので電線を売って換金したなどと容疑を認めているということです。福岡市南区では今年5月にも複数の建設現場で2人組から電線などが盗まれる被害があり、警察は関連も含めて慎重に捜査しています。